カードゲーマーが大会で撮影したヤバすぎる対戦相手の持ち物、実はすべてカードの効果で使用するものだったということでございます。皆さん、カードゲームはやったことはあるでしょうか？もう僕もね、キッズの時は学校でカードゲームが流行ってて、家中の10円玉だったりをかき集めてパックを箱買いするぐらいハマってたんですが、どうやら X でとあるカードゲームの大会で撮影された写真が話題だそうで、それがこちらですね。原田よもぎさんという方の投稿なんですが、デーマフェス1回戦対面ヤバすぎるということで、どうやらデュエルマスターズですね、デュエマの大会に参加したそうなんですが、こちら手前が原田さんですね。ボッチザロックのプレイマット使用してるんですが、対面の対戦相手の方ですね。カードゲームの対戦なのに、むちゃむちゃおもちゃみたいなのを置いてて、なんか銃みたいなのだったり、ビーダマンみたいなのが置いてあって、もうちょっと邪魔だからね、避けてもらって、カードの対戦をしましょうよ、と思うんですが、実はこちらのもの、どうやらすべて対戦相手の方のデッキのカードの効果で使用するものらしく、対戦相手の方のデッキのカードの一部も公開されていたんですが、例えばこちらの銃ですね。こちらナーフガンという、ダーツという弾を発射するおもちゃの銃なんですが、これはこちらのインビンシブルナーフという呪文カードですね。で使うそうで、5メートル以上離れた場所から相手のシールドをナーフガンで5回撃つ。ダーツが当たるたび、そのシールドを持ち主の墓地に置く。という効果で、デュエマのシールドはね、プレイヤーを守る壁で、シールドが全て破壊されたら、プレイヤーにね、ダイレクトアタックされて負けになるんですが、こんな物理的にシールドを破壊するカードあるんですね。こういうカードは大会によっては使えない場合もあるそうなんですが、この呪文カードのためにナーフガンを持っていたんですね。でさらに他にもこちらのビーダマンみたいなやつですね。こちらはこういったドキンダムチャンス、ドキンダムガチャを2度回す、回すたびにその能力を使うだったり、ドギラゴンチャンス、ドギラゴンガチャを2度回す、回すたびにその能力を使うという呪文カードで使用するドキンダムガチャ、ドギラゴンガチャみたいですね。どうやらこの頭を押すと胸の部分にあるガチャが回るそうで、でそのガチャの出た目でこういったそれぞれ効果が使えるみたいですね。なのでこれもガチャを回すために持ってきていたということですね。さらに対戦相手の方のデッキの中にはこちらのカードですね。切り札スピリッツ・オブ・デュエルというカードで、このクリーチャーが出た時、デュエルマスターズカードクロニクルを見ないで開き、見ないままどちらかのページを選んでもよい。その後、そのページに載っているクリーチャーカードを1枚選ぶ。このクリーチャーはバトルゾーンを離れるまで、そのクリーチャーになる。という効果で、どうやらデュエルマスターズカードクロニクルという本をページをね、ランダムで開き、そこに載っているクリーチャーになる。というもので、そのデュエルマスターズカードクロニクルが、こちらですね。もう本もちゃんと持ってきているというね。結構分厚いんで、重そうなんですが、もうこのカードの効果を使うためには、ちゃんとね、持ってこないといけない。ということですね。で、さらにここには、どうやらデュエルマスターズの未開封のパックがあるみたいで、こちらもデッキに入っているこのカードですね。サンキューフォーデュエルマスターズ20s。自分の手札と墓地のカードをすべて山札に加えてシャッフルする。その後、自分のデュエマ未開封パックを一つ開け、その中のカードをすべて手札に加える。その後、自分のマナゾーンにあるカードをすべてアンタップする。という効果のもので、未開封パックを開けて手札にする。という効果があるみたいですね。さらに他にもこちらのカード。自分のデュエマ未開封パックを一つ開け、その中から好きな枚数のカードをコストを支払わずにプレイする。残りを自分のコレクションに加える。というもので、こちらも未開封パックを開ける効果がありますね。この効果を発動するために未開封パックも準備しているようで、見た感じ、最近発売された新パックを用意しているみたいですね。もうパック代のね、お金もかかる効果もあるんですね。で、さらにこの写真を投稿した原田よもぎさんによると、こちらのインビンシブルナーフですね。物理的にナーフガンでシールドを破壊するカードなんですが、どうやら今回の大会を開催したお店側も、デュエルスペースに十分な空きがあると判断できる時にだけ、このカードの使用を許可しているそうで、でさらに、ナーフガンを撃たれる側としては、自分のカードにダーツを当てられたくないという思いもあると思うんですが、今回の対戦相手の方は、ナーフを相手のカードに当てないために自分でダミーになるカードを用意していたそうで、それを直立させるためのレゴブロックで作った土台も用意していたみたいですね。なのでちゃんと相手のカードを傷つけない配慮もしていたみたいですね。でこちらのレゴブロックがおそらくカードを直立させるレゴブロックで、こちらにメジャーもあるんで、おそらくこれでちゃんとね、カード効果の5メートル離れるの5メートルを測るみたいですね。なのでこちらのね、アイテム、最初はね、ちょっとカード以外のものが多くて、机の上がね、邪魔で、対戦できねえな、と思ってたんですが、実は全部デッキでね、使うアイテムだったみたいですね。
まあでもガチャだったりね、未開封パックを開けて手札にするとか、結構運要素もあるんで、強いかどうかは不明ですね。もうこれには、ふざけてるのかと思ったら全部使うものらしくて草。だったり、絵面だけで笑う。やばい人かと思ったら最高に楽しんでる人だった。持ち運ぶのきつくないか、という意見がありますね。まあといった感じで、カードゲーマーが大会で撮影したやばすぎる対戦相手の持ち物、実は全てカードの効果で使用するものだった。とかなんですが、もう大会にね、このデッキ使う人いたら、むちゃくちゃ面白いと思うんですが、ちょっと持ち運ぶのはきつそうですね。もう本とかむちゃむちゃ分厚いですからね。もう普通のデッキなら、カードだけなんで、カードケースに入れて、コンパクトだと思うんですが、もうこのデッキはね、デカめのリュックとかで運ばないといけないですね。まあ僕も子供の頃にデュエマやってたんですが、子供の頃にこのデッキ見てたら、憧れてるかもしれませんね。童心をね、忘れないようにしましょう。以上です。